も皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はですね、昨日行われた、昨日っていうのは2020年の5月10日、母の日だったんですけど、ガズレレ初のオンラインイベント、おうちでガズレレステイホーム、このイベントが、開催されましてですね、そのご報告なんですけど、そのね、参加者数がね、すごいんです。500名様のもの方に参加してもらって、びっくりですよね。オンラインで500名の方と繋がって、そのみんなでリアルタイムでこうやり取りしながら、しかもこう、なんていうの、結構ね、濃厚でしたよ。ほいで、あのね、もう本当あまりに楽しくて、で、皆さんもね、ずっと見てくださってて、こう私、こう、視聴者数が見えるんですけど、誰も減らないんですよね。で、最後、ウクレレ当たった方とかもね、トートバッグとかプレゼント企画もあったりとか、あと、やっぱり、まあ、自分で言うのもなんですけど、やっぱり、話をね、聞くのが結構すごく、皆さんもこう、まあ、自分ね、感激してくれて、ツイッター動画でもすごい反応がありましてね、あの、本当にいいイベントになったと思います。リアルのイベントもすごくいいんですけど、まあ、なんていうのかな、私としては自宅でね、まあ、リラックスしてる状態で、本当にこう、話もいい、伝えたいことがしっかり伝えられたかなと思うんですけど、まだあれでもね、もう30分の1くらいしか伝えられてないんで、また次もね、やりますということで、次にな、続けばいいかなと思うので、また次回で、ね、今回参加できなかった方、また、アナウンスしていきますんで、よろしくお願いします。そして、あともう一個皆さんに今日覚えてもらいたいキーワードはこれです。ドン。ガズクラブ。これはですね、これはとっておきのね、面白いことが今度始まろうとしております。昨日のこのイベントの中でもこのガズクラブについてはすごい説明を長く取ったんですけど、ちょっとこれから面白いムーブメントを起こそうと思ってまして、まあ一言で言うとクラブ活動ですね。このことについてはまた後日ちゃんと決まってから、皆さんに改めてこうシェアしていこうとは思うんですけど、まあこのガズクラブとそのイベント結構近しいものがあったりとかするんで、この YouTube、ガズレレ YouTube チャンネルで音楽は面白いと思った方、次もうちょっと深めたいと思ったらこれガズクラブに、ちょっと皆さんこうチェックを入れておいてください。まだチェックするところが何もないんですけど、一応言葉だけでも覚えていただいて、でこのオンラインイベントで気づいたのは、これはめちゃくちゃ楽しいなと本当思いました。もうツイッターとか、まあ、各 SNS でもすごい反響をいただきましてですね、自分もやっててね、すっごい面白かったんですよ。これすごい、これはね、いいコンテンツだなと思ってね、こう、ウクレレレッスンはもちろんですけども、いろんな話、私のね、なんか、ミュージシャンのこととか、まあ、ギター弾いたりとかもちょっとして、2時間のね、めくるめく時間を楽しかったというご報告でございました。はい。でね、まあ、ガズレレのこと、いつでもここを見てくれると最新情報載ってますからね、ガズレレ .com ホームページです。私、毎日ブログも書いているし、いろいろちょっと探ってみてください。グッズもいろいろありますからね、このキャップとか、リュックサックとか、ウクレレとか、はい。そんなことで、また引き続きガズレレ YouTube でどんどん音楽していきましょう。よろしくお願いします。さようなら。